皆さんこんにちは。東京オートサロン2020モチュールブースお楽しみいただいておりますでしょうか。ここからのお時間はスーパー GT、GT500 クラスでモチュールがサポートいたしますチーム無限のお二人をお迎えしたトークショーを始めてまいります。それでは早速ご紹介いたしましょう。武藤秀樹選手、そして中野慎二監督です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。それではおかけください。ご存知の方も多いかと思いますが、お二人のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。武藤秀樹選手は1982年東京都出身の37歳。1995年にカートでモータースポーツ活動を開始され、中学卒業とともに単身イギリスに渡り、フォーミュラボックスホールシリーズに挑戦。2002年帰国後にフォーミュラドリームに参戦。翌2003年にチャンピオンを獲得すると、2004年2005年は全日本 F3 選手権を走り、2006年はフォーミュラ日本とスーパー GT で戦いました。2007年にアメリカに渡りますと、インディカーシリーズへの登竜門カテゴリーであるインディープロシリーズへ参戦。ルーキーながら優勝2度、ポールポジションも2度獲得。総合2位の好成績を収めて、最終戦シカゴラウンドでは早くもインディカーシリーズへのデビューを果たします。2008年は日本人最高位となる2位を記録、ルーキーオブザイヤーを獲得しました。2011年にスーパー GT シリーズの GT500 クラスに復帰しますと、翌2012年は自らが開発を務めたハイブリッドスポーツカー CRZGT を借り、 GT300 クラスへ第4戦都合のラウンドから参戦。2013年にクラスチャンピオンを獲得すると、2017年からチーム無限に加入し、現在に至ります。結構詳しい内容です。そのこともあったなと思って聞いてました。はい、はい、そしてお隣、中野監督は1971年大阪府出身の48歳。1997年にフロスト無限ホンダより日本人で5人目となります F1 フル参戦デビューを果たし、モナコ GP にて当時日本人史上最高位を獲得。2003年にはインディ500、2005年にはルマン24時間耐久レースへ参戦し、日本人として初めて世界3大レース全てに参戦します。2019年よりチーム無限の監督に就任するとともに、鈴鹿サーキットスクールのバイスプリンシパル、副校長に就任するなど精力的に活動しておられます。発音いいですね。ありがとうございます。素晴らしい。アメリカ仕込みです。すみません、2005年から2019年もう一回詳しく教えてもらいます。だいぶ発祥言いましたよ。年寄りがいいんだ。ということで、それでは早速お話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、モチュールブースにいらっしゃったということで、オイルに関するお話から伺っていきたいと思うんですが、モータースポーツ、レーシングカーにおいてエンジンオイルの役割とはそれぞれどういうものだと感じてらっしゃいますか。まずは武藤選手。はい、すごい質問ですね。はい、すごい。そんな質問でしたっけ。裏で違うこと言ってたので、はい、結局それぶつけてきたじゃないですか。僕プライベートでも、はい、自分の車でサーキット走りに行ったりするんですけど、はい、そんな時に、知り合いの人がですね、はい、よくミッションを壊すと、はい、ブローさせちゃうんだっていう話をしてて、はい、で、いろんなオイルを試した中で、はい、モチュールにその人たどり着いたっていうこと で、はい、で、実際自分も、レースでも使ってるんですけど、はい、自分の車にも入れてみたところ、はい、そのシフトの僕ミッションオイル使ってるんですけどね、はい、フィーリングがすごい良くて、で、冬の寒い日から夏の暑い日まで同じフィーリングで、はい、シフト操作もできるし、はい、なんか回転効率も良くてフリクションも少ない感じなんで、実際スピードもちょっと速くなったりとかね、はい、ストレートで、その辺はすごい恩恵を受けて、それがレースだと研ぎ澄まされた中で全てが、出来上がったものに乗ってるから、そのちょっとの差っていうのは非常に伝わりにくい部分はあるんですけども、はい、普段乗ってる車なんかだとより体感できるなという感じですね。もう本当に実際にレースをしていても感じられるということですね。はい、そうですね。はい、中野監督は。はい、いやその話も秀樹が答えてくれたんで、もうズバリそのままという感じでしょうか。はい、もうそのままだと、はい、思います。はい、お二人それぞれこのモチュールというブランドイメージ、どのようにイメージをお持ちになってらっしゃるのかちょっと伺いたいんですが、武藤選手、このモチュールというブランド、はい、
ミーティングと全然違う質問されますよね。いやいや、ちゃんとあったんだっけ、順番通り順番通り伺っております。いや、もう赤がねすごい印象が強くてですね、皆さんもユニフォームもそうですけど、やっぱりそのレースで今いろんなカテゴリーでモチュールってね、看板を見るんですけど、すごいモータースポーツに根付いているブランドだなという印象ですね。はい、ありがとうございます。はい、中野監督はどんなイメージを、秀樹がなんかそっちばっか見ててなんか気にちゃった。はい、でも私の場合ね、椅子がなんかこう動いて、そっちそうなんです、ちょっとこう、いや自分の気持ちがいっちゃうじゃないの、なんかさっきなんかまあいいや。でも15歳の頃から僕本当モチューさんお世話になってまして、はい、カートを無限さんで僕はカートを15歳からやらせていただいたんですけども、はい、その時サポートしていただいてたのがモチュールさんのオイルだったんですね、はい、僕世界チャンピオンになったんですけども、そのモチュールさんのオイルを使ったエンジンでチャンピオンになったんですけども、はい、本当にやっぱり素晴らしくて、レーシングエンジンってやっぱいろんなことを要求されるんですよね。本当いろんな過酷な状況の中、やっぱりマシンを走らせなきゃならないんで、やっぱエンジンに対するオイルに対するやっぱり求められるものっていうのが非常に高いんで、はい、そういったものをやっぱり我々使ってる側も本当にいろんな厳しい要求をまあさせていただくんですけども、はい、まあ、本当にそれに対するこう対応のこうスピードがとにかく速いんですよね。そうなんですね、はい、まあ、そこは本当にすごく我々にとっては大きくて、はい、その分やっぱりいろんな余計さっきの秀樹の話じゃないですけれども、ね、乗った、じゃあ壊れたっていうふうになると、それだけでやっぱ時間を取られてしまって車のセットアップはできない、車さっきの習熟もできないっていうふうにどん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 ネガティブな方向に行ってしまうんで、はい、そういった意味でもすごくやっぱ安定感があって、はい、でその赤かっこいいイメージっていうのはずっと僕も子供の頃から持ってます。ありがとうございます。はい、でそして次の質問、武藤選手に伺いたいと思ってるんですが、一応打ち合わせ通りでよろしいですか。はい、はい、ご自身が開発に携わった CRZ でも、はい、モチュールを使いいただきましたが、まあ、普段そのモチュール、オイル、どんな性能を求めてらっしゃいますか。例えばウェザーコンディションであったり、そのサーキットコンディションであったり、はい、いろいろあると思うんですが、そのマシンの性能を高める、まあ、より良いパフォーマンスを出すために、まあ、さっき言いましたよね、はい、はい、自分でものもう一回しましょうか、はい、じゃあさっきの、はい、自分でもよくサーキットでね、自分の車で走りに行ってるんですけども、はい、やっぱりそのいかなる時でも安定したパフォーマンスっていうのを、はい、求めてますよね、はい、でそれがあるんですよね、やっぱモチュールさんには。だから、まあ、自分でも自分でお金出して買ってるんですけど、それでも、はいはい、使いたいなと思うオイルです、はい、そのドライバーのニーズに応えてくれてる、そうですね、はい、ありがとうございます。で中野監督への質問なんですが、はい、まあ、スーパー GT とスーパーフォーミュラ、まあ、2つのカテゴリーの監督を務めていらっしゃいますが、はい、まあ、そのマシンの違いとか戦い方の違いから求めるオイルの性能には、うん、そのままじゃないですか、はい、ありますでしょうか。もちろんね、マシンも違えばそのエンジンも違いますし、そのオイルに求められる性能っていうのはやっぱり若干やっぱり違う部分があって、まあ、先ほど申し上げましたけども、求められる性能が違うイコールやっぱりこちらが要求するこういったオイルが必要だ、まあ、粘度の濃いものだったり薄いものだったりフリクションを減らしたいだ、まあ、いろんな要求があるんですけども、はい、本当にまあ微妙な本当にいろんな違いはあります、まあ、それを本当にもうどんどん、まあ、今までの長い年月をかけて無限さんとしてもモチュールさんとお付き合いさせていただいてるんですけども、まあ、そういった本当に我々のそのリクエストに対してどん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 こう変化させてくださるんで、すごいスピードで、はい、そのスピード感っていうのがとにかくモチュールの強みですよね、はい、だその違いそのものっていうのは僕細かいところはねエンジニアではないんで分かんないんですけれども、まあ、そういったところに本当に僕は感銘を受けてます。ありがとうございます。ご自身、まあ、武藤選手はそのレーシングドライバーとして、そして中野監督として、それぞれに日頃からこう流儀やポリシー、こだわりなどがあれば教えていただきたいんですが、まあ、こうありたいというこんなドラ、じゃあまずは、いや秀樹がもう全部答えてくれると思う、はい、そのちょっと台本ちゃんとさ後でもう一回見返さないとね、いやでもちゃんと、はい、順番通り進めてる、うまいってちゃんと靴使いてた方がいいんじゃない、靴そうですね、あれに靴なんか、はい、まあ、その自分が小さい時にやっぱりレーシングドライバーテレビで見てたその人に憧れて、はい、
自分も始めたことなんで、まあ、そういう憧れたイメージに近づきたいなという思いでやってるんですけど、はい、まあ、そのためにはやっぱりね、普段からまあだらだら過ごしてとは当然そこにはたどり着かないと思いますし、はい、やっぱりあの、うん、まあ常に厳しくっていうのは非常に難しいことですけども、はい、やっぱりその辺のオンオフっていうのをうまく使い分けて、はい、あのやってるんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。なんか締まりがなくなってですけどねですけど、ちなみにあのそのプライベートでは、はい、本当にレーシングドライバーとして過酷なレースこう毎回臨まれていると思うんですけど、こう癒しの時間、楽しい時間どんな風に過ごしてらっしゃいますか？知りたい知りたい知りたい中野監督もそこ知りたいっとやっぱりその富士スピードウェイとか、はい、袖ヶ浦っていうね、はい、あのサーキットあるんですけど、まあ、そこに自分の車で行って、はい、モチュールさんのオイルを入れてですねありがとうございます、はいはい、走るのは非常に気晴らしにはなってるんですけどね、はい、でも本当に普段からやっぱり車で走るのがすごく、あの、もともとは普段自分がレースでそれを仕事にしてやってるんで、はい、そんなの やりたくないよと思ってたんですけど、あの、まあ、無理やり半ば無理やり連れてかれたんですよね、はい、もう何年か前になるんですけど、で実際その遊びでサーキットを走ったらすごい楽しいなと感じて、はい、そこからハマっちゃって、はい、でまあ普段時間があったら走りに行ってますけどね。先ほどね、あのオンオフも大事にしていらっしゃる、はい、ということだったんですけど、オンオフなってないよねでもちょっとこう仕事としてのこう走りと本当に個人としてのその車を楽しむっていうのも若干こうシフトさせてるのかな。温泉に行ったりとか、あ、それはでも大事ですよ、はい、すごい、あの間髪入れずにツッコミが今ありましたけど、早いですね、早いですねスピード大事だからね、やっぱねさすがそうですね頑張ろうね。松田選手ちょっと困ってるところで、あの中野監督が松田じゃないけどね。すいません、失礼しました。次をもうさっき終わった。すいません、武藤選手、失礼しました。武藤選手、あの次を全然もっとスマートですよ。大変失礼しました。次もスマートなんだよ。あの武藤選手困ってらっしゃると思って。あ、もういい。中野監督、監督として普段こうありたいというポリシー、はい、こだわりは、いや、あんまりね、その監督としてこうありたいっていうのはそんななくて、まだ去年やらせていただき始めてまで1年目ですし、今年も2年目になるんですけども、本当私自身がもういろんなことを学んでる真っ最中で、監督として本当何をすべきかっていう、まあ、これをしなきゃならないっていうのを逆に言えば、あの当たり前というか常識っていうのはあまりなくて、そういったものもなんか、まあ、自分自身の中で、まあ、新しくまた見つけて、それをなんか新しいスタンダードになんかしていけるようなイメージを自分の中で作っていければなというふうにちょっと考えてますけど、はい、はい、ありがとうございます。さあ、あのお時間となんか全然突っ込んでくれないなんかすごいねそう、なんかもう納得してしまいました、ね、さらっとなんか流されちゃって寂しいどう突っ込んだらいいのかなって一瞬考えてしまう、はい、でもありがとうございます。さあ、お時間となってしまいまして、あの本日本当にこのトークショーが始まる前からたくさんのお客様、このモチュールブースにお集まりいただきました。あの最後にファンの皆様に一言ずつメッセージをお願いします。まずは武藤選手、はい、お願いいたします。まあ、今年 NSX が FR になるんですけど、はい、あのまあ、今までその3年間横浜さんと一緒にやってきたんですが、まあ、タイヤもね FR になるということで、あのトヨタと日産と、まあ、ある意味シェアしてね、はい、あの駆動方式が一緒になるんで、そういう意味ではタイヤ開発っていうところにはよりあの集中できると思いますし、はい、やっぱりこの後ろにはもうあるモチュールの看板も背負って走るわけで、はい、あのとにかくまず一緒っていうのを目標に、やっていきたいと思ってます、はい、相方も今年は変わりますしね、はい、あの新規って、はい、フレッシュな気持ちでやります。はい、はい、応援しております。ありがとうございます。そして中野監督、一言お願いいたします。はい、今週の今田秀樹が本当に話してくれたんですけども、まあ、ずっと、まあ、もちろんさんにも、ね、サポートしていただいて、まあ、このままレースを戦わせていただいてるんですけども、なかなか、ね、ちょっと厳しいシーズンも続いてるんで、はい、本当に今年今本当言った通り、秀樹言った通り新しいドライバーも入ってきますし、本当にいろんなまあ変化が今年からまた起こしていけるかなというふうに思うんで、まあ、その例年以上にまたなんか皆さんにも期待していただきたいですし、その期待に応えられるように我々チームとしてもまあ一丸となって
もうワンチームで戦っていきますので、はい、応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お二人のさらなる活躍を期待しております。武藤秀樹選手、そして中野慎二監督のお二人でした。松田じゃないんだよね。はい、大変失礼いたしました。松田さんですよね。はい。お二人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。